二本三本四本。おはようございます。今日は3月の23日の、朝です。松の木が4本倒れてるんですけど、倒したのは私じゃないんですけど、それを80センチに玉切りして運搬する仕事をいただきました。なのでこれからその作業をやろうと思います。場所は家からですね、上流に3分4分走ってきたところで、まあ近くに結構なんですけど、やりたいと思います。もっと高くまで積みたいんだけど、つらいな。
末口って言って、枝のこの薪の細い方ですね。細い方が6センチ以上なきゃいけないということなので、これが限界です。頑張って1本分積みました。くたびれた。で、ここにあった1本が綺麗になりました。あと3本。ここは去年タンポポがいっぱい生えてたところで草刈りをした現場です。ここに下ろしてくれという指示です。このブロックの前に、まず4本分下ろします。で、三脚をですね、向こうの現場に置いてきてしまったんで、ハンディです。軽トラ1車分、松1本分、下ろしてみると、こんなちょぴっと。さて、現場に戻ろうか。現場戻ってきました。今度この2本目、3本目、まとめてやっちゃおうと思います。ちょっと撮影はしないですけど、ビフォーアフターみたいな感じでいこうと思います。とりあえず3本終わりました。まあまあ綺麗になったかな。あと1本あるんですけど、ちょっと、まあ相変わらずの軟弱者で疲れたというのと、雨が降りそうなんで、今日は、下ろして終わりにしようと思います。まあ、軟弱ですが。おはようございます。翌日です。3月24日の朝です。最後の1本、今日2日目で、まあこの程度の仕事を2日に、またぐというのはなんですが、まあそういうのんびりな生活をしております。で、これを切って、ここをきれいにして、運搬して、この仕事は終わりです。まあ、ゆっくりやろうと思います。
休憩。腰重い。終わりました。綺麗になりました。最後の一社ですね。これを下ろしたら終わりです。あ、終了しました。おこぼれの細かい枝、玉切りしました。薪で、自分家での薪で使うので、40センチぐらいに切りました。黒炊きなんかで使わせてもらおうと思います。